2 1 2。あれくる気質の中を二人は一人きり、さらに明けゆく夕日の中を今夜も昼下がり、さらにどれほど朽ち果てるほど最後に笑う。シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。シンプル簡単バージョンともいえども、今ちょっと見ていただいたら分かったんですけどね、難しいコード結構出てきた。いつものガズレレ必須コードじゃないやつです。ちょっとこれを機にですね、ステップアップしてちょっとね、チャレンジしてみてください。はい、ここのね、いわゆるあのブロックだけなんですよ、出てくるのは。あとはシンプル簡単コードですからね。あとでね、コードのじっくり解説していきますので、ご覧になってください。で、ひとまずですね、今もちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになっております。そして、今のはね、要は1番のバースを全てやったということなんですけど、後半のかっこいいバージョンは、あの後に感想を入れて、もう一回サビを繰り返したという、ちょっとね、ショートカットバージョンなんだけど、もうちょっとシンプル簡単バージョンよりは長いバージョンでやっておりますので、まあ、参考にしてみていただければと思います。私全部、フルコーラス全部やりたいわという方、コード進行を書き出して、2番の歌詞を書き出していただくと、オリジナルの楽譜を作っていただくとできるようになりますからね。それもすごくおすすめです。やってみてください。それではまずはね、ファーストステップとしては、今やったガズレレシンプル簡単バージョンに合わせて弾けるようになるのを目標にしていきましょう。今回難しいこと出てきちゃうんで、リズム通りにね、コードを変えていくのすごく難しいと思うんですけど、まずそこが1個目のゴールです。やってみてください。それが一緒にね、ガズレレ YouTube と合わせられるようになったら、まずファーストステップクリア。おめでとうございます。この曲に関してはここまででも相当難易度高いんで、すごいと思います。そしたらね、もうできるようになったら次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、次はですね、YouTube に合わせるんじゃなくて、ご自身一人で演奏してみる。これがいいんですよ。自分一人でメロディーとリズムを生み出す、音楽を生み出す、この体験してください。そのためにはやっぱり最初は楽譜が必要だと思います。いずれ覚えちゃって、大空の下でね、こう太陽を見ながら歌いたいみたいなのもできると思うんですけど、まずは楽譜見て何回も練習するのがいいと思うんですね。じゃあその楽譜ってどこにあるんですかということですけど、安心してください。今ね、ガズレレはですね、このガズのノート、このノートに自分で書いて、楽譜を書き出して、今演奏したんですけれども、はい、こんな感じですね。今日は丸1、丸2、2枚にちょっと渡ってますけれども、はい。これをもうちょっとしたらこんな感じでカメラに大きく映して、こんな感じでメモっていくのはいかがですかってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスが始まってます。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のキラリを含む、ガズが手書きで書きまくってきたもう膨大なストックのノート楽譜のデータがあるんですよ。そのデータをですね、毎月5曲、皆さんお気に入りの曲を選びいただいて、もうダウンロードしてすぐに練習できるよって画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて、
ト、他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ。このアプリがあるんですよ。会員メンバーのすごいんですよね。ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回、ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね。とか、面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから。このガズレレ大学は、結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう、一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学は、ちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフ、みたいなね。まあ、これ面白い。二つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、概要欄にこの二つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといってガズが朝7時半から毎朝、ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してます。どなたでも無料で、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも、概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。キラリ藤井風さんです。まず丸1、これ今日2枚に渡ってますから、ね、ちょっと大盛りなんですけど、今日はですね、これ映すんですが、この C メジャー7もこれね、いきなりね、あんまり見慣れないことですけど、一応解説しとくと、ここにこう、ダッと書いてあるでしょ。これね、かっこいいバージョンでここリズム、ちょっと特徴的なリズムを、転化していこうと思います。ここにくるっと書いてあるのは、かっこいいバージョンでちょっとコード進行もちょっと変わってきますね。後でここ解説します。ひとまずこんな感じなんですけど、下に囲っているやつは、かっこいいバージョンでのメッセージ。今のは上の段をやりましたということでございます。はい、こうやって映しとくんで一時停止でも書いちゃってください。それかあと動画、動画内のデモ演奏の時のテロップを一時停止して書いていただくのもいいと思いますし、先ほど紹介させていただいたガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくのもすごくおすすめです。とにかくこの言葉、この言葉じゃない、この曲はですね、これ言葉のタイミング結構難しいんですよ。ここによく見ると点が書いてある。この点でね、リズムをガズを測ってるんで、この楽譜結構参考になると思いますけど、これね、結構ツーな歌い回しとメロディーですね。ここちょっとここからこの2行がですね、めちゃ難しいこと出るけど、ここでちょっと転調してるんですけど、このメロディーのね、音程の変わり具合とかすごく難しいですから、よく聞き込んでやっていってください。はい。じゃあ、ここが2番ですね。これ2番。2番のブロック。はい。ここもこんな感じで映しておきます。コード進行ここほぼ一緒ですね。はい。で、ここで、ここからサビになります。どこにいたの、ここのね、どこにいたの、ここの、よく分析すると、このどこにいたののメロディーもすごく難しいんです。どこにいたの、どこにいたの、このどこにとか。結構ね、これね、細かく見るとマニアックっていうか、すごくこう、深い音程とリズム感だと思います。はい。ここ、サビの前半ですね。すいません。ちょっとわかりづらい。はい。じゃあ、ここ後半、サビ。はい。で、今のシンプル簡単バージョンは、ここまでやっても終わりましたっていうことなんですけど、後半のかっこいいバージョンは、この間奏をちょっと弾いて、ちょっとね、ここ変わったリズムの弾き方をちょっと取り入れて、間奏を弾いた後に、またここからサビに戻ろうと思います。サビっていうのはここですね。はい、ここ。ここのサビに戻って、戻ってきた時は、ここの2ブロック分は、見て、2回目伸ばすって書いてある。これをね、後半、かっこいいバージョンでアレンジでやってみようと思います。で、ここまで来て、またもう一回ここまで来て、最後は、ラスト、タタタタって終わるよというのが、後半のかっこいいバージョンの、読み方なんですけど、まあ、一応ちょっと確認しておいてください。じゃあ、出てくるコードをちょっと見ていきましょう。こう逃げられないコード。なぜかというと、途中で転調をしているんでね、このね、赤く囲っているところがちょっとね、これ今日難しいコード出てきちゃいます。まずはこっちから、いきます。C と A マイナーと F と D マイナーと G7 と E7、Em7。今こっちに書いてあるやつは皆さんおなじみの入門コード。このコードはね、もう入門コードだから覚えてください。今こっち側に映ってるやつはこれです。ドン。ガズレレ必須コード。私がめちゃくちゃ詳しく解説してる動画、ここに貼っとくんで、まずはこのね、コード。ガズレレ必須コード10個覚えちゃってください。今日はその中で、ガズレレ必須コードの中で、1、2、3、4、5、6、7個出てくるわけですね。これがガズレレ必須コードです。はい。じゃあ今日はね、ちょっと、こっち側のコードを徹底解説していきます、今から。これはね、もうなかなかのコードなんで、順を追って説明していきましょう。まずこれです。ドン。A です。これは簡単。A7 と Am のところを押さえる。この2個、これ。これは OK です。はい。じゃあ次、ドン。これも簡単。C メジャー7ってね、1弦の2フレットです。ここは、これは簡単ですから。はい。ここまではね、バッチリです。はい、次から難しくなります。ドン !F マイナーでございます。F マイナーっていうのはこれよくね、出てくるんですけど、初心者さん難しい。ここと、ここをこんな感じで押さえるのが教科書通りの押さえ方。
で、ガズさんの場合、この4弦の1フレット、親指でグッと上から押さえちゃうよということ。これどっちでもいいですね。どっちにしろあんまり押さえやすくはないコードなんで、どっちかチャレンジしてみてください。人差し指で押さえる方は手首をこうグッと下に持ってくるイメージ。で、親指で握り込むちゃう人は逆に手首を上に握り込む。はい、F マイナー出てきます。はい、じゃあ次。これが結構今日一番ポイントかな。G シャープ星というコードですね。G シャープ星というのは、押さえる場所をちょっとね、まず基本のコード、G っていうコードをちょっと見てください。G っていうコードがありまして、G はね、こことこことここを押さえるんですよ。はい。人差し指が3弦の2フレット、中指が1弦の2フレット、薬指が2弦の3フレット。これがね、ガズ、こうやって押さえてるんですけど、もちろんこれでもいいですよ。はい。この G のコード、この形のまま、一個こっちにずらしたのが、ジョン。ガズレレ的な G シャープ星というやつです。響きは、はい、ちょっとね、不思議な響き。これはですね、正式にはこの星がついてるのはガズレレならではの表記ですからね。正式にはね、ちゃんとしたコードネームがあるんですけど、なんかこう、初心者さんが簡単でちょっと響きのいいコードの時に、星というマークがつけてますけど、これガズレレ独自の表記なんで、他のミュージシャンの方に星とか言っても全然通用しないんで、これガズレレだけのコードだと覚えておいてください。ちょっと響きがいいけど、コードネームがちょっとよくわからないっていう時に大体ついてます。はい、G シャープ星。これは結構慣れちゃうと簡単にいけると思います。はい、じゃあ次のコード、こちら。D シャープ。これもちょっとね、でも、まあそんなに難しくないから押さえる場所、ここと、こことここなんですよ。なんで、こんな感じ。ちょっとこの、ここが開きがあるからね。人差し指で1弦の1フレット押さえて、こことここ。はい。これ、まあ慣れちゃうと結構いいですけどね。ちょっとチャレンジして、握り込んでるとちょっと押さえづらいかもしれない。親指下げた方がちょっと押さえやすいかなというふうに思います。はい。あともう一個。C マイナーです。これはですね、押さえる場所はね、1弦と2弦と3弦の3フレットなんですよ。4弦は押さえません。こうやって押さえちゃうパターンと、一個ずつでもいいですけど、まあ曲の中だと、ガズさんはこういう感じで押さえちゃいますね。こことですね、こことここで、テコの原理みたいにこうひねって押さえるみたいな、ぐっとこう手首をひねって、手首の、テコの原理を使うとすごくいいかなと。一瞬これが出てくるんですね。C マイナーです。このね、A メロと B、A メロっていうか、このね、ワンブロック、どれほど朽ち果てようと最後に笑いたいとか、そこら辺のところで転調してるんで、このね、難しいコードがちょっと出てきちゃうんですけど、どうしてもこれはね、やっぱりやっとかないと、この曲のね、もう、なんか、ムードがもう全然違うんですよ。なので、これは、今日はちょっと転調ありきの、まあ、なんで今日ちょっとこれでコード、普段出てこないコードにチャレンジしてみるの、いいと思います。おすすめします。はい。そしたらね、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にいつも言ってることなんですけど、今のこれ、さっきも言ってたコードが難しいってのもあるんですけど、歌もですね、かなり来てるんですよ。歌、聞くと、すごく爽やかでね、なんか、シンプルそうに聞こえるんですけど、いざ自分が歌ってみようと思うとですね、言葉のタイミングとメロディー、なかなか、深いです。これもうじっくり聞いて、何回も何回も4つ弾きでまず練習して歌を、なんとなく自分のものにしてからかっこいいバージョンに行くのをおすすめします。そこでじゃあかっこいいバージョンの解説に今から入っていきます。かっこいいバージョンは出てくるコードはこの形一緒なんですけど、つまりですね、やっぱリズムなんですね。今日出てくるリズムはこちらです。ドン !8 ビートのチャと、16ビートのチャと、あとカッティング。この辺でございますね。これはなかなか今日のリズムはいろいろ面白くて、カッティングっていうのが結構キーワードになると思います。ちょっとパートごとね、まずこの3つ今映ってる弾き方、ここにいるかって言いましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、そこにね、それぞれの濃厚解説レッスン動画がもうすでにアップロードされておりますので、じっくり見てください。このリンク先からね、行ってね。はい、そこからちょっと練習してもらい、見てもらいたいんですけど、8ビートのチャっていうのはじゃあ C で弾くと、チャっていうのはこれ8ビートのチャと16ビートのチャが出てくるんで、今日はこのリズムが変わった時にテンポが変わらないように気をつけたいんですけど、なかなかリズムキープなかなか難しいんで気をつけてください。そしてこのカッティングっていうのはその場所場所ごとでちょっとね違うので、曲の流れに沿ってね解説していきましょう。じゃあまずね、歌の始まり、歌いきなり歌から始まるんですけど、このリズムがね結構ね深いです。ちょっと見てください。だとかだったとか書いてあるでしょ。これカッティングなんですけど、ちょっとね、デモ演奏してます。聞いてください。いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。荒れ狂う季節の中を、怒りは一時きり、さらに。はい。これカッティングですね。カッティングっていうのは今、F と Em7 の間に、音が出てないところが入ってるんです。F。こうダーダーダー、こんな感じで変わっていくんです。 F F Em7 Em7 Dm D
な、こんな感じでまたいでいくっていうようなイメージですね。それで今のカッ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 、これがカッティングなんです。これカッティングっていうのはちょっと聞いててね、音出てるでしょ。今左手で触れると音止まるんですよ。弦に触れるんですよ。押しちゃダメですよ。押すとこう音出ちゃう。はい、触れてます。触れてる時に右手、はい、これでリズムキープします。もう一回、あれ来る季節の中をタロンカカポン、 C メジャー7一回弾いて、 C メジャー7一回弾いたら今度は D マイナー E マイナー7、ここワンブロック4つ書いてあるんですけど、ここは最初の C メジャー7しか弾きません。ここはあのフレーズなんで、ちょっとそこもう一回最初から、あれ来る季節の中を二人はきっと手切り、次ね、このダーダーが D マイナー E マイナー7。そして次のブロックに入ってきます。明けゆく日の中を今夜も昼下がり、さらにまた同じ D マイナー E マイナー7。はい。こんな感じです。ここがね、ちょっと難しいかなというか。で、次のブロックから F マイナーで転調していくんですけど、こっから8ビートのチャで、リズムをちょっと変えていきます。あれを打ち当てろと最後には笑い。ここのコードね。これはもう練習するしかないですから、ちょっと何回も練習してみてください。そしてまた2番で同じような繰り返しになって、でね、サビなんですけど、サビは、気持ちがいい、もう爽快感抜群の16ビートのチャで、ちょっとファンキーでありながらも、エンジンブレーキをかけながらじっくりこう踊れる感じでやってみたい感じです。どこに行ったの探してたよ。こんな感じでノリノリのね、こうファンキーな腰に来る感じで行きたいんですね。これはね、16ビートのチャーね、なかなか気持ちがいいんですけど、気持ちよすぎてちょっとリズムがね速くなっちゃうんですよね。なんかだからそこら辺の感覚がちょっと難しい。歌もすごい盛り上がるんで、ちょっとなんていうかテンションが上がって速くならないように逆に気をつけないといけないかなというふうに思います。そしてシンプル簡単バージョンでショートカットした間奏部分なんですけど、16ビートのチャーでそのまま間奏をやってもいいと思ったんですけど、ちょっとね聞いてみるとファンキーですごくグルービーなね、カッティングみたいなフレーズが印象的だったんで、ちょっとね、余裕出てきたらやってもらいたいなというふうに思ったんで、ちょっとシェアするんですけど、演奏してみましょう。デモ演奏、感想ですね。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと難しそうですね。このリズムですね、ちょっとカタカナで表現するとこんな感じになると思います。ツッタンチャカッタトコトコトコチャカッタって書きました。ツッタンチャカッタトコトコチャカッタ、ツッタンチャカッタトコトコチャカッタって風に、これをね、カタカナでどういう風に表現しようかと思ったんですけど、こんな風に書いてみると。じゃあちょっと F 押さえてやってみると、最初、チャッ、これちょっと、なんつろう、ブレイクっていうかカッティングからですね。つったつたつたがたかちゃかたかつったつかつたがたか、すっごいノリがいいでしょ。弾いてみると分かるけどちょっと難しいですけどね。裏で来るリズムです。ワン、ツー、スリー、フォー。ちょっと難しかったら最初まず16ビートのチャ、普通の16ビートのチャで感想をやってもらって、余裕出てきたらこのタッタッタッ、その最初弾かないのがポイント。ツッタッツタッツタガタガチャカッタ、ツッタッツタッツタガタガチャカッタ、ツッタッ、はい。ちょっとしかもこの曲早めなんで、この細かいところやってるうちにバキバキちょっとね、ダーティーな感じにならないように、こう爽やかにスタイリッシュにいきたいからね。軽やかに行きたいんですけど、手首の柔らかさとかすごく指の動きとか、これ16ビートのチャの時はもうただでさ手首とか体柔らかくしてやってもらったんですけど、バキバキに力が入ってるとここがね疲れちゃう人は手首使えてない証拠ですからね。はい、ちょっとこれ余裕出てきたらこのツッタンチャカッタトコトコチャカッタみたいな感じでやってみると、またリズムのこうバリエーションが増えてかっこよくなると思います。で、かっこいいバージョンでは間奏やったらもう一回、サビに戻るんですけど、その戻った前半の2ブロック分、どこにいたの探してたよのところは伸ばす。
で、また16ビートちょっとドーンと最後まで駆け抜けていくというようなガズレレオリジナルアレンジになっております。そういうわけでこの曲はですね、もうただでさえコードもね、あの山盛りのなんかこう抑えづらいコードが出てくる上に、これかっこいいバージョンでいろんなリズムで展開していくんですよ。まず8ビートのカッティングから始まって8ビートのチャ、16ビートのチャで盛り上がっておいて、さあ感想ではちょっとファンキーなスタイルの違う感じのちょっとグルービーな16ビートのチャというような感じでどんどん展開していくということで、この辺が、やっぱりあの簡単ではないんですよね。なんですけど、あのすごく気持ちがいい曲でございまして、この時期なんかこれから夏がやってくるなっていう時にこの曲なんかこう爽やかに、まさにキラリっていう曲名ですけどね。そしてこれ藤井風さんのプロモーションビデオもね、もう素晴らしい映像になってるんで、あの雰囲気をこう頭に描きながらやるのもすごくおすすめですね。あと歌詞を読み込んで、やっぱそのイメージと歌詞とやっぱこうリズムのとかこうグッとそれが一つにまとまった時にかっこいい音楽が生まれると思いますね。いろんなことゆっくりじっくり取り組んでこの曲やってみましょう。それでは藤井風さんのキラリガズレレリューかっこいいバージョンやってみる。あれくる季節の中を二人は一息、さらに吹きゆく雪の中を今夜も昼下がり、さらにどれほど付き合ってよ最後に笑いたい、何のために戦おう、キラリガズレレリューかっこいいバージョンやってみました。いやー、この曲はですね、なかなか高難度でございます。高難度、コードも難しいし、もうリズムがね、いろんなリズムが積み重なってくるからリズムがね、どんどん速くなっちゃったり、なかなかこのリズムキープもあの難しいというところに来て、いろんなこのリズムのバリエーションもありますんで、山盛りなんですけど、まあ、最初はじっくりパートごとこうあの練習して最後にグッとこうまとめる感じで、時間かけてじっくりやっていきましょう。ちょっとご案内ですけど、2023年はガズレレがスタートしてですね、生誕10周年、皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。それを記念しましてですね、東京名古屋大阪で5月にイベント開催です。5月14日昼間の時間、東京吉祥寺、大阪は5月19日夜の時間帯、5月20日昼間と夜2つ時間帯があってイベントを名古屋で行います。詳しくは概要欄に貼っておきます。ぜひ皆さんチケットご予約いただいてライブハウスでお会いしましょう。このね、ガズピアノというのをやってるんですよ。これガズがやってるハニーさん、私の愛するハニーさんと一緒にやってるピアノ教室なんですけど、ここでね、 YouTube
YouTube チャンネルもこれ YouTube やってるんですけど、なんと本が出版されております。めちゃくちゃ楽しくて、これウクレレやってる方だったら本当あっという間に鍵盤弾き語りもできるプログラムになってますからね。世界で一番簡単な鍵盤教室です。ぜひこれもYouTube と本の方もですね、これ Amazon でこんな風に調べてみてください。そしてですね、ガズレレでは、アプリがあります。ガズレシピという便利なアプリ、楽譜が見られるアプリなんですけど、このね、アプリの特徴は、スマホとかタブレットで見られるんですけど、自動スクロール機能とかメトロノーム機能を満載していて、もう曲がですね、かなりの曲数になってます。40曲のブロックが9ブロック、みたいな感じで、だから、しくさんも300曲、400曲近くあって、この楽譜の特徴は簡単版だけじゃなくて、かっこいいバージョンも載っているということで、かなり、ね、皆さんご支持いただいてます。そしてこれアプリダウンロード皆さんぜひ皆さんスマホとかね、タブレットにしていただきたいんですけど、入れるインストール自体は無料ですからね。で、中のコンテンツで有料課金もありますけれども、見やすい楽譜なんで、これはね、かなり有用だと思います。いっぱい重たい楽譜を持ち歩かなくてもね、タブレットで見れるとかすごくいいですからね。で、あとね、そのね、楽譜だけが本当の本になって登場しております。ガズレシピの本のバージョン。こっちも Amazon で販売してますので、ぜひともご覧になってください。そしていつもガズがね、使ってるこのウクレレに挟んでいる、水引き。これガズの両親が作っているね、手作り物の水引きでございます。そしてあとハニーさん手作りのこのストラップだとか帽子 T シャツとかいろんなグッズ盛りだくさん、こんな感じでね、ガズレレ公式ホームページのトップページにバナーもあったりとかするんで、ぜひね、いろんなもうグッズでね、さらにテンションも高めていったりとか、もうあっちからこっちから音楽を楽しむ要素盛りだくさんでございます。こんな感じでガズレレ盛り上がっていくぜということでございます。本日のレッスンはここまででございます。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ、またねー。